俺らは最強お箱のチューパーイエーイ。どうも新作のハーモニカの藤田と丹波です。よろしくお願いします。我々新作のハーモニカというコンビなんですけども、はい、この度おはころチューバー第1戦に選ばれました。やったぜ。まあ、おはころチューバーで選ばれたっていうわけなんですけども、うん、僕ら新作のハーモニカっていうね、まあ、お笑い芸人なんだけど、そう多分知らない人いっぱいいると思うんだよね、うん、改めてちょっと自己紹介してね。そうだね、うん、みんなにね知ってもらおう、うん、じゃあまずね、うちの相方藤田くんの紹介なんだけど、藤田くんね、うん、特技がありまして、そう、あの口を使って楽器の音を表現するヒューマンビートボックスっていうのが特技なんだよ。そう、その中でもね、やっぱ一番すごい技があって、サイレンの音っていうのがあるんだけど、サイレンの音、あのパトカーとか消防車とか、はい、でそれを口でできるの。口でできちゃう。ちょっとやってみようか。おいきますね。っていう。すげえ。そうで、さらにこっから音つけたってことできるからね。え、サイレンの音に。これサイレンの音でしょ。うん、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 すごい。そうだよ。まあね、よかったらね、今後ね、あのビートボックス講座とかも出していくかもしれないからね、うん、みんな真似してみてね。で、彼、うん、溝上丹波くん、僕の相方ですね。ラップが得意なんですよ。そうなんだよね。あれできるんだよね、フリースタイルでね。僕は即興ラップっていうのができるんで。そう、じゃあさ、せっかくなんで、うん、あのラップやってみましょうか、じゃあ。ここで。ああ、そう、小学校ってさ、ダジャレとかよく言って遊んだじゃん。うんうん、ダジャレを使った、ちょっとラップをさ、披露してさ、みんな真似できたらよく。ああ、なるほどね。そう。じゃあ、かっこよくダジャレをラップにするよ。いける、うん、じゃあ、いくよ。プスプスプス。よ、誰でも翼は生えている。よ、羽毛布団も跳ねて書く。自分の意志で自由な空へ。今宵布団が布団だ。かっこいい。かっこいいだろ。ビートがかかってくるとこんぐらいかっこよくなっちゃうね。かっこいいね、これは。他にもあるよ。あ、他にもある？いいよ、カモン。よ、好きな上司との初デート、よ、別行動せずエスコート、よ、とりあえず着いたぜフードコート、まずはトイレに行っといて。めっちゃかっこよくない？かっこいいだろ。かっこよくない？こんな感じでね、僕ビートかけてくれれば、うん、何でもかっこよくできちゃうから。これからね、ヒューマンビートボックスの動画だったり、面白いラップの動画、うん、もし面白い実験動画とかもね、うん、いっぱい投稿していくんでね、おもちゃ使ったりね、ホビー使ったりしてね、ぜひいっぱい見てください。お願いします。お願いしますね。 Twitter、Instagram 僕らやってるんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。お願いします。じゃあ今日はこんぐらいで、じゃあねー、みんなチャンネル登録よろしくねー。おすすめ動画はこちらになります。